こんばんは。あ、まるっこさん、こんばんは。ちょっと待ってな。今から大会行ってくる。お大会いってらっしゃい、頑張って。初見さんで参加希望の方は概要欄をご確認ください。ランクは左から金プラ金です。始めたばかりの方以下省略。気楽に行ってきます。ランク頑張ってください。はい、まあ、目指すなら優勝。こちらも地道にランク頑張って上げていくので、丸子さんファイト。誰かが汚れ役をやらないとな。自業自得だ。オープン Q だと途中参加があるっていうことを、途中参加あるからこっちでやろう。あ、ちょっと時間かかるけど、まあ DPS が一番エイム練習になるから。え、何これ、ラットキング、ネズミだ。なんか不思議の国のアリスとかの敵役に出てきそう。絶対暴君キャラ。結構好きだな。ラインハルトも結構かっこいいし、コールドハルト。
これな、サイバーデビルってやつ結構かっこいいんだよな。髪のこれとか、まあ、武器もだし配色結構好きだし、なんか頭のやつもキリコっぽいしね。ゴーグルかな、ウルトの。この間に練習場行っておけばいいのか。拙者に残されたのは誇りのみ。狙い通り。ダブル。トリプルキル。4連続キル。5連続キル。6連続キル。ダブルキル。トリプルキル。証を立てる。ダブルキル、トリプルキル。まだ分からんのか。拙者を止めることはできん。お、始まった。スタンに移動します。まあ、最初のマップどっちにどれによるかだな。最初初動は間もなくバトル開始。あー、ここか。私の狙いは、あ、だったらソジョンでいいな。いや、メインでもよかったけど、ちょっとソジョンで使いましょう。不能な動きばかりで狙いづらい。クソむずいな。何を間違えたの？強い理由はわかる。こいつゴリッコに削れるわ。これで終わりよ。
弾をやり直す。目標に当たろ。また立ち上がる。いやめっちゃ死ぬな俺。目標を確保中。魂が燃え盛る。強いな。あとで塗装を直せないと。限界を超えろ。私にな。私の狙いは破滅を呼ぶ。友よ、我が輩が立てたのだろう。
えがありそうね。相手ディーバか。いや待て、さあスノーボール、私たちの出番です。今のは練習だから。バケットボール、ミッドタウンに移動します。ミッドか、なあ、約束はサポ、まもなく突入します。どうしよっかな。いやまあ、ルッシュだろ。俺たちの声を届けようぜ。よっ、地元の爆弾家を応援しよう。ビートを頼めるか。パーフェクト、君最高だよ。すごい、バスティアンそんなこともできるんだ。オリーザのスキンすげえな。あ、カブトムシみたいな、あれか。5 4 3 2 1、レッツゴー。目標 A を、
こせよ。ノーイ。一緒に殺してくれたからそのまま押し切れたんで、ね、いやシグマ厄介だね。そう、厄介なことにね、相手にもねバスティオンいるし、なんかシグマがいるんだよな。バスティオンの天敵がいるんよ。いやちょっとここあれだね、打開してもらいたいね。これから落ちた、下がれー、危ねー。オッケーオッケーオッケー、ジャンクラのウルトを無駄打ちさせれたよ。あと6パー待って、6パー待ったらウルトで全員体力増強し行こう。はい、さすがにこれ来て、まあまあまあでも押し込めてるね、押し込めてる、ナイスナイスナイス。いやこれは待とう、バスティバスティもいいよ、降りた降りた降りた、オッケーオッケー、行こう行こう、レッツゴー。何？やべえ、デスカメ見るの忘れてた。あ、ナイスナイスナイス。ナイスナイス、ありがとうありがとう。あ、待って、全員死んでんな。これ、オリーサ、オリーサを連れてこう。さあ、
もういいよ、もういいよ、もういいよ。残り3秒。負けちまうって。バスティ、いやー、頑張れ頑張れ、いやー、これは頑張れ。スコア1対0、サイドを交代します。これはね、スグマとバスティオンの守りがガチで硬すぎた。まもなく敵が接近します。いや、ああなったらね、マジでサポートだと手の施しようがないからね。いやー、 DPS 頑張れー。相手バスティだな、ダメージ的に多分設定てか重いだろ難病の娘のために戦うとかバスティのアッチピックはシグマ、シグマだね、やっぱり。ほぼ同時だ、私のおかしな上司くん。何よりあいつ弾全部吸収できるので、バスティと、あとバスティじゃねえや、シグマと、あとディーバか、ディーバのあれでも弾全部消せるし、あとゲンジとか、そう、バスティオンはとにかく弾幕張りまくってガンガン削るキャラだから。あとね、バスティはね、アーミーって意外と柔らかいから、やべえ、なんだ全然こいつ、あーソルジャーか、サポートだから多分ゴールド帯だと思うんだよな、はい、いやー強かったなプレイオブザゲーム。いや、ジャンクラもね、3投うまかったんだよ。防衛時間、いやー、強かったなー。こんな地獄なんかやだ。でもマルコさんいるとき、俺ら普段あそこどこだ、プラチナとかでいつも戦ってるのか、それ考えたら割とって感じかな。まあ、あとやっぱ始めたばっかとか、まあ俺もそうなんだけど、その何、周りが自分より強くて当たり前みたいな環境だからこそ、
相手が強くてもなそんなモチベ削れないし。まもなく敵が接近します。だからこそ相手にやられてもあそこもやれるんだみたいなところもあるから勉強にもなるんだよな。確かに半楽天これがなんの意外と地味だね。自分より強い相手の何動きとかって勉強にもなるし、あと単純にそういう自分より上のやつらに勝ったらガチ気持ちいいじゃん。はにさー死なないでくれよ。君は貴重な実験体の人。おだてだって何も出んぞ。チラ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 。何がいる？わ、なんだね、ラインハルトか。ラインハルトっぽいな。やだな。あ、じゃあロードホックだ。ラインハルトじゃねえや。で、アッシュでもいい。はい、ここテストに出るよ。アッシュのダイナマイト実はディーバで消せます。あの限定なんだけど、このゲームはあの他のゲームと違ってあの背中見せて逃げても大丈夫。ディーバとかはあのなぜならディーバのヘッド判定って自分のいるこの胸の部分なんよ、ロボットでいう。だからここを叩かれない限りヘッド判定はないから、むしろ背中向けて逃げる方がね、あのダメージ守れるっていうか。もう若干あの頭前目だからね、後ろ向けても大丈夫かな。ウィンストンはあのそもそもの耐久力が他のやつに比べてあんまないから、まあ、そこはちょっと注意必要だね。バティスト出動する。あ、テルマさんヤッホー。俺それ当たんないんかーい。
はい。豚のアンチピックむずいんだよな。 OTP としては辛い。そう、モイラのあの弾はね、一応何、発射投擲豚使いだから消せるんだよね。守るよ。誕生日ここ守るよ。オッケー次だよ。いや、ガッチありがとう、キリコ。スコア0対2。オッケー次、これ頑張って奥まで押し込もう。ただどうしよっかな。次なんだよ、攻撃迷うんだよな。とりあえずザリアだな。ザリアな、下手に変なの使うよりウィンストンとかの方がいいか。
とりあえずディーバで様子見よう。いやあのジャンクラはかわいそすぎた。突進で突っ込んでったらなんかそのまま落ちてたんだけど。全システム起動、戦敵準備完了、いける。この蓋の部分こそなんか発射していくんで、ね、信じてくれる仲間を私も信じるわ。音的に相手さ、なんかロードホック OTP じゃね？傷を癒すぞ。ロードホックだったら D は D は。それともメンタル的に？両方いけそうならやっちまえ。これ D はのちょっとした裏技みたいなやつなんだけどさ、ロードホックと対面したとき、なんかそろそろフック来そうだなって時にね、あのウルトラモデルでヒール離すと、あいつねロボットも引っ張ってっから、やっぱロードか。ナイス、いいね、ナイス、押し込みだよ、ナイスナイスナイス。
やりやん。エイムなくてもやれるキャラかな、どっちかってこいつは。落ち着けよ、アナ。大丈夫。こいつ弾の拡散力えぐいから、ぶっちゃけ適当でも当たるんだよね。ライバル行けるようになったもんな。一緒に行こうぜ。力よこれが。プレイオブザデー。ナイス。キリコ。あ？あ、そっか俺がついてる。あ、でね、この人も頑張ってた。相変わらずいねえんだよな。なんでやねん。あ、いた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 。オッケー。やっぱ D は強えんだよな。やっぱり初心者向けのキャラはね、D はとウィンストンかな、タンクで言ったら。まあ、D はさっき言った通り拡散力とあと機動力がある。あと後ろ向けばヘッショ判定は取れてなくなるから、まあ、後ろの状況がちょっと分からなくなるのはデメリットだけど、まあ、割と生き残れる。多分インストンはあと単純エイムいらず、こいつ向いてる方向
に撃てばね、とりあえず敵に当たるから飛んでドームとりあえず撃つみたいな、どんどん繰り返しかな、こいつは。まあタンク初めて使うんだったらやっぱディーバ、ウィンストン、あとオリーサもかな、オリーサも結構使いやすいかな。まあ、ウルトがねちょっと癖あるけど、まあ、全体的に見たらタンクの中では使いやすくて一番強いと思う。よし、行くぞ。お、タンク、ナイス。いいね。モイラ OTP でアンランク500戦やって、ライバル業ったらシルバーでした。タンクも触ろうかな。P、アクセント、アクセント、P。モイラな、モイラ強いんだよな。アシュグマ、アシュグマはね強いよ。だね、あとね一番必要重要ってか注意したのはいい、ん？注意した方がいいのはねバリアを壊される前に回収するっていうのを意識するといいかも。こいつ壊されるとね若干ね回復までにタイムラグあってねしばらく出せんくなるから。100でも200でもいいからバリア欲しいみたいな時にこいつ出せないから、まあ、目安としてはね、まあ、そうだな200、今いけるんだったら100切ったら回収が一番いいんだけど、まあ、初めのうちは200切ったら回収でいいと思う。シグマとりあえずねバリア壊されないようにね意識するのはね重要だよ。200くらいで回収しちゃってる。全然それでいいと思うよ、まあ、とにかく壊されないで継続的に出すのが一番いいから。いや本当に慣れたらって感じだな。掃除してやる。ロード服シグマじゃないんかあ、まあ、でも別にここだったらロード服でもいいか。年貢の納め時だよ、懲らしめてやろう。まあ、ただねシグマアンチピック多いんだよね。ラインハルトもそうだし、ザリア、ディーペーサーとシンメトラとか、もか。で、サポートだとモイラかな。モイラ、ブリギッテ。あと、あ、そっか、ディーペーサーメインもか。うん。BM 系全部ダメだから。あー、まあ、しかも、よりによってラインハルトだ。アンチピック取られちゃってるね。まあ、これはちょい不利って感じかな。まあ、逆にラインハルトは前に再攻させなければどうとでもなるから。わ、今ヘスとかクバつけてたらやれたな。やられてた。ナイス、ありがとう。誰かやった、タレットか、タレットやったんだ。
待て、タレジンなじゃだるいな。ラインハルトにつけてる。さあ、ごめん。へービド？あ、こいつ今リスポンしたのか、びっくりした。前方に敵のタレットを発見した。タレットを滅した。かは、あっちか。ボブはまずいな。あさあ、ソーリー前出過ぎた。頑張れそこにいるやつ出てこい。オッケーオッケー、アッシャーハーフ。ボブが強すぎる。誰
たーい。いや、だるいだるい。マジか、今のヘッソか。やばい、前段ぶち込めはまずい。いやー、どんまい。いや、やっぱ結構ダメージ出るな、こいつ。いや、ボブ強いな。まもなく敵が接近します。モイラ OTP ってから俺のモイラ見せるか。全にでだいたい4,000〜5,500ぐらいね。 OKOK。使い始めて1日目にしてはまあ使えてるもんか。そうだね、ダメージめっちゃ出てるよ。まあ俺のねモイラ一応こう見えてね、モイラで1万ダメージ、1万4000ヒールだったかな、してる男なんで一応。こう見えてモイラには自信あります。まあ最初でこれはあの必須ね。間違ってヒール玉出しちゃった。一気に決めるぜ、されたね。ナイス。リドいるから気をつけて。リドちょっと厄介だね。
ラインハルト一緒に落ちてた。あと2デビュー守るよ。ない、誰も見てない。ナイス、ナイス、完璧。ナイスシグマ。ええやん。いやシグマ強かった。いいね。なんか奇跡的に相手シンメタルとかザリア、まあ、ラインハルトはちょっとアンチピックだったけど、他の DPS 系が何アンチピックしてこなかったね。マジでかかった。いやダメよシグマ相手に。その何タレットキャラ、タレットキャラかタレジーか、どっちかっていうとシンメタルタレットだけど、いやマジで絶対楽しいあれは。バスティオンとタレジーが来たら、あのシグマからしたらカモだと思っていい。だからブラックホールするタイミングはね、あの、まあ、ちょっと難しいけど、まあ、タレジーの場合はタレット出したら前張って自らがヘイト買って、まあ、ブラックホールで吸収して硬くなってもいいし、まあ、バスティオンはあの何ミニガンになってから撃つまでに若干のディレイあるから、まあ、その間にブラックホール用意して全部弾受ければもう回収できてもうガッチガチよ。盾壊れそうな時に前出て回復してるから、いやまあそれは重要。そうシグマは盾とあとブラックホールで硬くなってを交互に繰り返すから、そうだ。シグマはウィンストン、ラインハルト、ザリアもかな、あとドゥームフィスト。シグマ対抗するにはね結構タンクキャラ多いんだよね。DPS だと、まあ、ゲンジもか、そういう意味ではゲンジ、メイ、シンメトラ、まあソンブラはぶっちゃけ全キャラアンチだからガチ強いけど、カニ味噌ファラが嫌い。ファラな。縛られた人類を私が自由にしてやる。シグマね、ファラから身を守る術は持ってど、倒す術ないからね。頑張って直撃当てるしかないからな、ファラは。殺しめてやろう。心が折れるくらい倒さないと。たぶん心が折れるくらい倒したら逆にファラになるよ。やばい、ザリアだ。
てー。あ、なるほど、俺狙ってきやがった。オッケー、キルやった。ビーバーもやった。いやー、ザリア勝てえなーやっぱり。削れた削れた削れた。いいぞ、進めろ進めろ。バリケードに弾かれた。いた、頭抜かれた。お疲れ。まずいね。痛みを伴う道。シグマだ。こちら。不吉の次元だ。ソジョンガチうまい。毎回ヘッド入れられるんだけど。
度試してみるか。魔壁がバリケードを押しているぞ。直して差し上げる。ナイス。おや、ありがとう。いいよ、リパ。リパ。いやバーティスト強いよ。煩わしい。リーパーこっちまで来てた。一気に攻め込む。あ、リーパー強いな。あとやっぱザリエ勝て。残り60秒。回復しろー。無理だ。ザリアはねきついんだよな。シグマ俺も一時期めっちゃ使ったから分かるんだけどさ、こいつシグマで相手勝負するガチ辛いんだわ。これもう俺ら離れられないから気をつけて。ちなみにザリアのアンチはねラインハルトとか、あ、オリーサかな。不吉の具現だ。
相手うまいな。やだまい。いやーこいつがガチうまかったな。これ最後か。いやーこれ拍手、相手強かったな。ザリアな、一応あれでも弱体化入ったんだけどな、全然強いガチでガッチガチ。あ、何、前に比べたら体力の減り若干意外と削れてんなとは思ったけど。ザリアの硬さバケモン、ガチバケモンよ。だって今のバリア2秒だっけ、昔 2.5 秒くらいやってめちゃんこ長かったかな。そう、今よりバリアの時間長いのにクールタイム10秒とかだったかんね、早すぎ。今は11秒だけどそれでもって感じですな。オアシスへようこそ。殺させる気ないでしょ。多分やらせる気ないね。今日も新たな戦いが始まる。よ、地獄の方がマシだ。ロボットあれな、結構難しいからな、モード。イコライザーをかけてやる。あの野郎ゴリ押してきたな。
こんばんは。ナイス。風壊れそうな時に前出て回復してるから。バラが嫌い。心が折れるくらい倒せないと。こちら。ザリアの高さだけなの。折れかけるくらいですよ。全員集合はえぐいだろう。最後の瞬間までは諦めない。ラインハルトやってる。数で負けているわよ。気をつけて。あ、これまずいな。いやー、だまいだまい。スコア0-1。オアシス次どこだっけ。あ、これか。ラインハルトだからな。いやー、やれるかどうかわかんないけど回してやるか。ナイス。やれやれやれ。潜在能力の奪い。まだ腕は錆びてないんだ。あなたの能力を強くする。調子が出てきた。
やべえ、無駄にウルト使っちまったな。ブリギってそこにいたんかい。ナイス、ありがとう。一回も蘇生できん。いやー、どんまい、はい、ごめん。プレイオブザゲーム。ジャンクラかー。マジクソ、びっくりした。ストーブ、バスピオンストレスたまる。バスティオンはな、タンクに対して結構アンチ持ってるからな。え、ラインハルト、レッキングボール、ロードホック、ジャンカークイーンもそうだし、ザリアもいけるね。ウィンストンもいけるな。まあ、ちょっときついのがディーバ、シグマ、ドゥームフィストぐらい。オリーサも結構ね、バスティオンからしたら辛い。タンク並みのだるさしてるって。まあだってこいつ体力300あるからな。DPS の体力じゃないもんな。まあトールビンを一時的にとはいえ350なれるから、バスティオン以上の硬さになれるっていうのは結構強いよな。ジャンカータウンへようこそ。お、DPS だ。敵が接近します。防衛、じゃあバスティオン使っちゃおう。愛媛のみかん。ちょっと体力増やしてタンク側に行かないかな。まあ能力上無理じゃない。だってミニガン撃てるタンクってエグいだろ。調和の中で見つかる。
誰なんじゃ。創造主よりも意図を問うがよい。さては知らないんじゃろう。私は道を受け入れる。やべ、ディーバだ。取られたら結構きついんだよな。あ？あ、近くで落とすなと思ったけど横にいたか。だるいウィドウが暴れてんだよな。いやだるい。いやディーバなんとかしないとダメなんだよ。ノックダウンされるのは好きじゃない。いやー、まあディーバ相手にするんだったら新メトラでいいんだけどさ、ビドウが。やべ、普通にミスた。私たちは新たな世界を作る。まずい。私の作品。
辛すぎ。集中力を途切れさせてはダメ。いやー無理だろう。ディーバ完了。ディーバガチ硬い。スコア0対3。サイドを交代します。まもなく突入します。ヒーローを選択してください。メイしかないか。ビドウにもディーバにも対応できるメイしかいないんだよな。やれば敵も気づかないうちに片付くよ。パイロットに話しかけるな。現在早食いに挑戦中。今やるな。やべー、外側に降りちゃった。あのさ、コバンっていうやつ、ビドウがガチ強い。それ頭抜くの？
いやマジか。いや相手ガチ強い。リードガチ強かったな。お前か。いやもうこいつも強かったんだよな。よいしょ。いやあれは無理だろう、さすがに。ディーバで一層前張られて、ビドウから後ろをバンバン抜かれたわ。画面とダメージよりなんかサポの方がどうにかできる気がすんな。それだったらキリコでいいや。自分の道を見つけるんだ。こんにちは。用意は周到にな。慎重に研究を進めることが。ほら、全てのルールを守っていたら世界は変わらない。現地うん、今ので学習した。私がついてる。Thank you.
いた。え、それ頭抜かれんの。またこれ相手強いやつか。スコア0対1。思い切って振り切ってやるか。さっきからソジョーン使ってるやつさ、うまいやつ多くない？
訴状に一生粘着されと。敵強くね、さっきから。プレイオブザゲーム、これで終わりよ。そうやって次絶好調。ガチで強いやつしかおらん。一旦タンクいっか。なんか今日 DPS もサポもダメだな。ディーバだけやれってことかな。今のところディーバでの試合だけじゃね。めっちゃ強かったの。初見です。お、初見さんいらっしゃい、こんばんは。モルカーさん、こんばんは。スメフィーバーって何？花粉症のドワーフはかわいそすぎるだろ。相手もディーバだな。ミドいるよ。あ、なんか引っかかった。何？ソファーか、ソファーにかかったんか。より良い世界を今こそ形に。戦況は敵チームが優勢よ。敵が己の道を進み始めた。リーパーも来たんか。これも科学の力。運命が我らを目標へと手招く。
とりあえずリードはしよう。このまま行けばリードを取れる。押せ押せ。盆栽は無理だな。勝負は分かりませんよ。いや、ファラガチ強すぎる。アナ頑張って、ファラ落として。おーし、ナイス。全員持ってかれたか。
マーシーがちょっとうまいな。これ以上進ませるわけにはいかない。回復したでしょう。いやーどんまい。いやーパラー頑張って落としてほしかったな。プレイオブザゲーム。まもなく敵が接近します。 DPS かここで。トールビョンかな。視点低くない、低いな、やっぱこいつ。地面近くね。また出番ね、行くよ。3、2、1、攻撃チーム接近。
仕事。抜かれるんかい。目標を喪失。再開じゃ。正常度を。ここまで来たらリーパーでいいかな。力は逃れられない。それじゃあセブンティシックス。めっちゃこっち来るじゃん。死神が再び行く。影を待とう。マジか。戻った。復讐だ。協調がよぎる。触ってくるじゃん。こいつは割と距離保って戦おうとしてるし、
車輪の下敷きだ。いやーきついか。いやーちょっとトレーサーはねモイラにやってもらいたいんだよな。こいつ動き機敏だからさ、エイムいらないやつがねやんないとね後々大変なんだよな。いや待って、メイか。いやメイが一番いい。モイラじゃねえや、トレーサーはねモイラかウィンストンがやってくんないと結構困るんだよな。また一つ知識が増えた。戻ったらジムに行くんですか。行かないよ、今日はチートデイだから。アップルパイをワンホール食べて寝るつもり。チートデイ？そんなのありなんですか？全然あり。私のワークアウトだもん。出た、チートデイ。何のために戦っているかを忘れるな。ヤッホー。5、4、3、2、1、突入開始。目標 A を確保。パラいるけど気にすんな。ファラだるいって。ファラやるわ。誰も落とせるやつがいない。
モに去るにはまだ早い。タクティカルバイザー起動。みんな集え、真の力を解放せよ。外したわ。私の狙いは破滅を呼ぶ。正義の雨に裁かれろ。残り60秒。数で負けてる。これまずいか。なんかさっきからさ、敵強ない？こいつがエグかったな。次でラストにするか。あれ、やめる？落ちる。オッケー、じゃあもう終わりにするか。お疲れ様。